まあ問題のダムがこちらですね。多分今僕らがいるのが iPhone がおかしいですね。いや全然触ってないですよ。これ手形じゃない？ゴミが捨てられてるところもあって、めっちゃじゃん。はい、皆さんこんばんは。死んでしまうおじるでございます。はい、この間ね、死んで写真の動画が上がったと思いますが、あれの続きです。はい、はい、まあとりあえずね、もう一度、ここはどちらになりますかね。はい、諫早市の恥のダムというところに来てあります。はい、来てあります。来てあります。はい、幽霊とかが出るっていうことではなくて、はい、心霊写真が撮れる場所だということで、はい、結構心霊スポットの一つとして、まあサイトとかに載ってあるっていう話をね、はい、ごまとのべが調べてくれたんですけれども、はい、ちょっと今日はいつもの検証みたいな感じのノリをちょっとやめて、メンバー全員で、はい、本当に心霊写真が撮れる場所では心霊写真は本当に撮れんのかというところを検証していこうかなと。言ってしまえばいろいろ撮るとは思うんですが、はい、まあ、編集をする段階にならないと、うん、その心霊写真が写ってるかどうかっていうのはわからないので、まあ、その場で確認してもちょっと隅々まで見るのは難しいと思うので、判定は僕が編集の段階でしたいと思います。はい、心霊写真が写ったとなった場合は、はい、心霊写真を写した方に賞金を出そうかなと。賞金ですか。はい、ちなみにいくら。え？ただ映らなかった場合、はい、ここで僕に1万円ください。ちょっと話変わってます。まあまあ、ということで今日はちょっとね、趣向を変えて検証、はい、そういう検証をねやっていきたいと思いますんで、まず最初に、まあ、ダムの方に移動して、はい、状況を見ながら、僕が解散と言ったらそこからスタートですので、納得するまで写真を撮って、ただ僕もずっと心霊写真見てきた側なので、やらせはわかります。はい、はい、そこはよろしくお願いします。いきます。こういうの入れようかなはい、行きますか。新人転ばないようにね、新人がね、今日からカメラの練習をしておりますので、とりあえずダムの方に進みたいと思います。まあ心霊写真がね撮れるという噂があるダムなんですが、もう本当に撮れんのかということで、まあ問題のダムがこちらですね。で、まあこの場所がその心霊写真が撮れる場所だということなので、まあ、この停滞のみで今夜は動きたいと思いますんで、はい、自由に心霊写真撮ってこい。解散。俺賞金3万かかってますから。それはちょっと割に合わないと思うんですよね。はい、ということで皆さん心霊写真も狙いにね行きましたが、僕はねちょっとこの場所に残ってどんな感じなのか周りがちょっといろいろ調べたいと思います。以前ね定点カメラでのべとごまがこちらの方に来てくれてはいたんですが、まだその動画の方がねまだ出せてないので、でちなみにですね、こちらのダムがこういう感じですね。多分今僕らがいるのがここですね。はい、皆さん頑張って写真を撮ってきてくれていることでしょう。すいませんね、ちょっとカメラトラブルで音が切れたかもしれない。ですね、こちらのスポットに関しましては、まあ、幽霊が出るとかそういう場所ではなくて、まあ、先ほども言ったように、はい。
ちょっと僕のね iPhone がおかしいですね。iPhone でちょっと今動画を撮ってるんですけど、この録画ボタンが入ったり消えたり入ったり消えたりってなんか連続して、大丈夫かな、はい、なんかおかしかったですね。でも心霊写真が撮れる場所っていうのでかなり有名らしいんですけど、まあその撮れるにあたって何かしらの曰くがあるんじゃないのっていう話じゃないですか。そこはね、なんか、まあ、情報がないみたいで、ただね、心霊写真が撮れるっていうことだけが一人歩きしてすごく有名な場所らしいです。街灯とかも、とりあえずこの、ついてはいるんですけど、電気自体がついてなくて、何のためにあるんだろうっていう感じですね。まあ、この、ちょっと待って、これ手形じゃない？ほら。なんで手形があるんだ？これ手形だよね。なんで手形があるの？ちょっとね、ちょっと待って、ちょっと聞いてこよう。あのさ、はい、この手すり触った？いや、全然触ってないですよ。ねえ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 、手すり触った？いや、触ってないですよ。手すり触りました？めっちゃ手形ついてるんだけど。マジ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 。どこですか？マジマジ。いや、多分手形なのよ。これ手形じゃない？手形ですね、これ。あ、手形ですね、手形だよね。手形に見えます。いや、こうだよね。そうです。こういう感じだよね。これ指でしょ。で、これもなのよ。これ、人のここの、うん、こういう感じじゃない？確かにこれ手形に見えますね。いや、だってこれ指でしょ。ここですよね。これ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 。指だよね。指がここに1、2、3でこれが小指ですよね。そうそうそう。この手形サイズ的にちょっと子供っぽくないですか？子供っぽいよね。ほら。消えます。ほら消えるじゃん。消えます。違う、あのさ、違う。例えばペンキとか、はい、そもそもついてたら、うん、消えないじゃん。でも見ててね、消えるじゃん。ほら。消えますね。こっちの方もね。やれって。そう。こっちやろうか。わかりやすいから。ほら。消えるじゃん。いや、っていうことさ、完全に誰か今じゃないの？触ってますね。うん。
でもサイズ的にまず自分たちでもないですし、子供のサイズ感じゃないですか、うん、この手形は、うん、で誰も触ってないって言ってますし、でしかもこんなところに子供来るか、あっちどうなってたの？あっちが特に自分が気づく限りでは何か起きてるとかもなかったです。ごめんね、なんか呼んで、うん、解散。はい、はい、もうちょっとじゃあ俺はここにいるから。はい、お願いします。はい、だってそもそも確かにゴマが言うように大人の手形じゃなかったんだよね、子供の手形だったんだよね。でも子供の手形って言ってもここに子供来るのか、来るのかな。いやちょっと怖えな、これはこれで。まあちょっとわかんないね、わかんないけど、まあちょっとみんながねまだ頑張ってくれてるんで、僕もちょっともう少し頑張りたいと思います。月が隠れたな。まあ場所的なことを話せば綺麗にされてたりする部分もあれば、こうやってなんかねゴミが捨てられてるところもあって、なんかはい、新人さんが見つけたんですけど、はい、こっちにも子供サイズの手形がありました。ほらね、めっちゃじゃん。いやあのさ、思うんやけど、例えば子供がここまで来て触るなら触るでわかるんよ。向こうのさっき俺が見つけた方の手形はちょっとさ角度が変だ。やべえ、足震えてる俺。